ちゃんから頼まれた以上、全ての剣術を叩き込んであげる。いやいや師匠たち、そんなに気を張らなくても大丈夫だよ。って待って、もしかして本格的な修行ってこれから始まる感じなの？数日間の稽古を観察してようやくあなたの資質を判断できたから。師匠師匠、それでうちの資質はどう？美月さんはいろんな資質に恵まれてるよ。もちろん剣術を学ぶ資質にもね。あ、来てたんだ。ねえねえ、今の聞いた？師匠がうちは剣術の天才だって言ってくれたよ。剣術をものにして戻ったらみんなうちのこと見直すだろうね。剣術の修行というのはいつの時代も厳しいものなんだよ。美月さんが剣術を学ぶ決意をしたんだったら、本格的に修行を始める前に最後までやり抜く理由を見つけないと。別に大小は問わないけど、曖昧にしたままじゃいけないよ。つまり弟子になる過程は受け身でも構わないけど、学ぶ過程では積極的にならないといけないってこと。僕はかつて幸運なことに剣術の達人と剣について語り合う機会があった。彼女はなぜ幼い僕が剣術の道を歩んでいるのか、なぜ剣を振るうのかと聞いてきたんだ。だから今日の稽古はこの質問を考えることから始めたいと思う。美月さん、君はどうして剣を振るうの？どうして剣を振るうかって、それは敵を倒すためでしょ？え、もしかして違うの？僕もその剣術の達人にどうして剣を振るうのかを聞き返したんだけど、彼女は敵を倒すために剣を振るう、ただそれだけって言ってた。美月さんも同じような答えを出すなんて、やっぱり才能があるよ。敵を倒す一番いい方法は光線銃を使うことだって元気で言ってたよ。あと剣術修行は人間の身体能力を極限まで高められるって。元気をたくさん見てきたようだね。でも美月さんの目標が自分を高めることなら、剣術を学んだ後に再び弓を手にしたとしても得たことを活かせるはずだよ。そんな中身のない励ましに耳を貸さなくていい。え？それなら雲里大先生の意見もぜひ聞かせてほしいな。あなたに聞きたいんだけど、剣術を学ぶ上で何か具体的で実現可能な目標はある？例えば演武天霊でこのランク順位を取りたいとか、誰か勝ちたい相手がいるとか。勝ちたい相手？あんた？タンコ？姫子？それとも妖王子ちゃん？具体的な相手が思い浮かばないんだったら、目標をもう少し小さくしてみれば？例えば剣術で一度にこれだけの相手を倒せるようにするとか。10人倒す？10人？あ、10人倒すってのは元気のセリフなんだ。うっかり出ちゃったよ。だって好きなんだもん。美月なのかの剣術を学ぶ動機、何か分かったかも。まさか剣士の元気じゃないよね。あ、言われてみればそれかも。うち先週の元気や小説にすごくハマっててね、その元気に出てくる英雄ってみんな剣を使うんだよ。うちは弓使いだけど、いつかあんな英雄になりたいなって。やっぱり。別にいいじゃん、1000人の読者がいれば1000人の英雄がいるの。公明盛大な英雄になるために剣を振る、それはそれで剣術修行に励む理由になるね。師匠たちが認めてくれたならもう一つお願いがあるんだ。うちお茶を捧げる剣茶をしたいの。その時は師匠たちもちゃんと指でテーブルを叩いてね。剣茶？
講習令？初めて弟子を取るときってこんなに厳粛なの？お願い、元気に出てくる英雄たちはそうやって弟子入りしていたから。満足させてあげるためにやるの？ガタガタ言ってないで、私たちにミルクティーでもおごってくれない？それで飲み終わったらおとなしく剣術修行に戻る。これでどう？やった！じゃあ早速不夜行に行こう。やれやれ。